衣装に見合う走りを見せたいんだ。今日もトレイ見ていてくれ。早くなるためには、任せてくれ。故郷のみんなに喜んでもらえるよう。よし、やろう。さて、トレーニングだ。任せてくれ。ストレッチをしておいた。任せてくれ。衣装に見合う走りを見ていてくれ。ストレッチをしておいた。勉強だな。衣装に見合う走りを見せたい。任せてくれ。見ていてくれ。故郷のみんなに喜んでも、トレーニング。よし、やろう。このレースは故郷の注目の1番人気、7番オグリーキャップ。
こはだったな。よし、よし、やろう。すまない、少し休ませてくれ。さて、トレーニング。ここは負けられない一番。見ていてくれ。すまない、少し休ませてくれ。どんなトレーニングでもこなしてみせ。よし、やろう。うん、今日ストレッチをしておいた。勉強だな。衣装に似合う走りを。よし、やろう。ストレッチをしておいた。任せてくれ。衣装に見合う走りを見せた。どんなトレーニングでも
よし、やろう。すまない、少し休ませてくれ。任せてくれ。少し緊張するが大丈夫だ。すまない、少し休ませてくれ。ストレッチをしておいた。よし、やろう。さて、トレーニングだな。見ていてくれ。すまない、少し休ませてくれ。どんなトレーニングでも示せお前の力。衣装に似合う走りを。早くなるためには任せてくれ。力が湧いてくる。すまない、少し休ませてくれ。どんなトレーニングでも示せお前の力。ふう。
キョン。注目の一番人気4番よし。お腹が空いたな。すまない。少し休ませてくれ。少し緊張するが、出番か。精一杯。僕たちは一歩踏み出すよ。君と深く呼吸合わせ。何度も少し海か。こんな感じ。トレーニングが待ち遠しい。よし、やろう。少し。すまない。少し休ませてくれ。あまり調子が。お、少し疲れがあるみたいだ。海か。さて、トレーニング。衣装に似合う走りを見せたい。
故郷のみんなに一緒に頑張ろう。示せ、お前の力。早くなるためには日々任せてくれ。最高のコンディションだ。感謝。ここは負けられない一番。2着か。悪くない結果だ。注目の一番人気。よし。お腹が空いたの。少し緊張するが大丈夫だ。少し疲れがあるみたいだ。
ない。少し休ませてくれ。故郷のみんなに喜んでもらえる。衣装に似合う。早くなるためには日々。よし、やろう。どんなトレーニングでもこなしてみせよう。任せてくれ。ここは負けられない一番人気。よし。お腹が空いたな。ストレッチをしておいた。故郷のみんなに喜ぶ。見ていてくれ。注目の一番人気13。よし。お腹が空いたな。休ませてくれ。この感じ。見ていてくれ。少し。すまない。少し。少
し疲れがあるみたいだ。緊張するが、出番か、精一杯。君と夢をかけるよ、何回だって巻き起こせば、諦めないで愛に、いつか決めたゴールに。このコンディション。注目の一番人気。
お腹が空いたな。衣装に見合う走り。示せ、お前の力。この感じ。どんなトレーニングでも張り切っていこう。故郷のみんなに喜んでもらえる。任せてくれ。最高のコンディション。勝ちは十分に狙える3番人気11番。いや、お腹が空いたな。出番か。精一杯やるとしよう。どんなトレーニング。張り切っていこう。このレースは
最高のコンディション。注目の一番人気。よし。お腹が空いたな。ストレッチをしておいた。あまり調子が。いい結果を残せそうだ。見ていてくれ、トレーナー。うん、これならば心置きな。注目の一番人気。よし。お腹が空いたな。故郷のみんなに喜んで。いい結果を残せそうだ。注目の一番人気、9番オグリーキャップ。行ってくる。晴れ渡る空の下行われる京都レース場芝 1600URA ファイナルズ決勝。18人の馬娘たちが挑みます。3番人気はこの子です、ダイワスターレット。2番人気を紹介しましょう、マルゼンスキー。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってグランプリ馬娘、オグリキャップ1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。マルゼンスキーと13番、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。続いて13番、激しい先頭争い。その後山陽マシン開いてアグネスデジタル、1番、4番手、5番手に12番、少し離れてダイワスターレット、さらに3番、そしてその後ろから行くのはオグリキャップ。外には11番、その外並んでエルコンドルパスター、少し離れて4番、少し後ろからハッピーリーク、差がなく17番、内にはエイシンフラッシュ、イクノリクタス、追走、外目をついて15番、後方2番手に10番、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。オグリキャップ前を狙っているぞ。栄光まで400、最後のコーナー先陣を切ったのは13番、ここで先頭に立ったマルゼンスキー。オグリキャップすごい足で上がってきた。残り200、強いオグリキャップ、足色は衰えない。オグリキャップリードは2馬身、強さを見せつけてオグリキャップゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り、オグリキャップ URA ファイナルズ
2着はマルデンスキー、3着はアグネスデジタル。よし、お腹が空いたな。私はここに来て本当に良かった。